なれば面白いんやなと思います。そういう意味ではある意味1ラウンドから大分手綱というのがある程度実勢というか、そうですよね、そこら辺が、まあ、戦略としては授けて言いますけれども、仮に大悟が本当に100戻っているとするといきなり行く可能性があるんで、展開見つつ、そうですね、やっぱりそこの本当に特に一通りのパンチを見れるような時間は慎重に、そこはね、あの大悟も相手にパンチがあるっていうのを認識してますし、ちゃんと判断しながらやるんじゃないかなと思います。昨日の会見でも頭を下げて入る話をまた出しましたが、あれはあえてちょっとそういう、そうですね、大悟の一番分かりやすい癖で当然研究してくるなと、でそこの煙幕ですよね、だから頭下げて入ること自体がフェイントになるじゃないですか、そうやってそういう情報を仕掛けてもらいれば、だそれを2回下げる、そういうような相手の対策、これだけじゃないですけど対策をできるだけ無効にするような動作っていうのは結構やってきました。武井その結構アッパー打つじゃないですか、はい、で至近距離が大悟の距離だと思うんですけど、あのアッパーがちょっと厄介だと思うんだけど、うん、その辺の対策も十分、そうですね、割と大悟のジャブが強いんで、すごい強いんで、結構伸びるんですよ。あれは そのものがもうアッパー対策になるかなと思ってます。だからまあ、アッパーは本当に想定しているので、それに対する、対応するガードの移動というか、そういうのなんか注意してやってきました。アッパーを打てなく、打ちにくくするようなこともやっていきたいなと思います。気合の入り方がこれまでと違うっていう話をされてましたけど、前日の今日の気合の入り方といえばどうですか。さっき本人と世界戦ってことを忘れてる日があるんですよ。控えで待ってても、お世界戦だからこんなにテーブルがあるんですねみたいな、気負いは今のところ全くないですね、だからやっぱ当日のリングに上がった瞬間からじゃないでしょうかね、ありがとうございます。